アレナル火山はコスタリカにある安山岩室の清掃火山である。首都サンホセから北西に90キロ離れた中北部アラフエラ州のサンカルロス県に位置し、最寄りの町はフォルトゥナである。標高1633メートル山陽は中冷な円水型で140メートルの河口を持つ。7000年ほど前に噴火活動を開始した地質学的には、 非常に若い火山で、パンデアサカー、コナスト、ボルカンコスタリカ、ボルカンリオフリオ、グアトシソスピークなど様々な異名を持っている。かつてこの火山は数百年間にわたって噴火活動を休止しており、噴気口が見られる以外には全山を植生に覆われていた。しかし1968年に突如として噴火活動を再開し、山麓にあるタバコンの町を破壊した。 西側斜面に三つの河口が形成され、そのうち一つは現在でも活動を続けている。アレナル火山はコスタリカで最も活動が活発な火山であり、世界の火山と比べても非常に活発である。そのため、実震学の検知から長年にわたり、研究が進められている。現在では火山活動は落ち着きつつあるものの、現在でも湧き上がりあれなる。アレナル火山は、 アレナル火山国立公園の北部に位置し、山から南西2 5トルの地点には、ラフ・ォーチュナの町がある。また、山の近郊には、コスタリカ最大の人造湖、アレナル湖があり、水力発電で、コスタリカ全域に電力を供給している。2006年の噴火2010年アレナル火山は、コスタリカで最も若く、最も活動的な火山である。 火山学者は噴火活動の開始を7000年前と推測するが、欧米人がこの付近に到達するまでに活動を一旦休止し、長らく人々の記憶からは忘れ去られていた。この付近に遠征隊が入り、山の初登頂が行われたのは1937年である。ところが、1968年に突如として噴火活動を再開した。 あれなる火山の付近にはいくつかの火山があり、その一つが現在では活動を休止しているチャット山である。チャット山は3万8000年前の更新湯から活動を開始し、最後の噴火は3500年前と考えられている。チャティトとエスピナの二つの溶岩ドームを持ち、最高峰は北緯10度26分17秒成形84度41分13秒。 北緯10.438度整形84.687度、10.438-84.687に位置するチャットの1100メートルである。ありがとうございます。